皆さんこんにちは、リビングフォトの今道しげみです。今日はですね、天然のうまみで食品添加物をできるだけ減らした食べ物を紹介するリアルフードフォトという動画をご紹介したいと思います。まず1回目はですね、お味噌を作っていこうと思うんですけれども、ちょうど今4月なんですけれども、もう少し本当は寒い時期がいいんですが、まだ間に合います。で、せっかく味噌を仕込むので材料にもこだわりたいと思います。で、材料は福井県の越前市にある丸川味噌さんっていうところからですね、自然栽培された大豆と、それから自然栽培のお米と米麹、そしてお塩、このねセットを取り寄せました。で、作り方はとっても簡単で、まず大豆ね、大豆をよく洗って、そして、お水に18時間吸水しておきます。で、吸水したものがこちら、あ、こぼしちゃった、こちらになります。で、今からこれをですね、お鍋で3時間、ちょっとね長いんですけど、3時間くつくつこの粒が柔らかくなるまで、煮ます。で、その後にこの塩切り麹と混ぜて、そして、その前にこれをね、潰せなくちゃいけないんですけれども、マッシュポテトを作るのとほぼ同じ感じなんですが、このマッシャーを使ってこうしっかり、大豆を潰して、そしてさっきのこの塩切り麹と混ぜて、そしてですね、ここでね、子供がいた方がいいなと思うんですけれども、お団子をたくさん作って、そしてこの杉の桶にこうペタンペタンとこう貼り付けながら仕込んでいく、これがね手順になります。で、この杉の桶がないとできないって思う方いると思うんですけれども、私もこれ使い出したのは去年からで、それまではですね、このガラスの保存瓶、これにこう貼り付けるように入れて、そして1年間放置しとくんですね。で、やっぱり初め作る時にはカビがすごい心配なんですけれども、こういうふうに透明であれば、あ、カビ生えてないなとか、カビがちょっと生えてきたから取っちゃおうかなとか、いろいろできるので、まずは保存瓶から始めてみてください。それでは今からここで3時間煮たいと思います。それではですね、今この桶に、作った去年の3キロ、麹が 1.5 キロ、麹と塩で 1.5 キロ、で、お豆で 1.5 キロ、で、計、3キロのお豆を作ったんですけども、これね、3キロ用の、桶なんですけど、なんかね、2つ目、半分しかなかったので、多分この1リットル、なんか半分の瓶もあると思うので、これでもいいかなという感じです。ちょっとね、お話ししたいんですけれども、皆さんね、有機栽培のものとそれから自然栽培のものが2つ並んでたらどっち買います？で、私丸川さんの味噌買うまで知らなかったんですけれども、何年か前ね、これどっちにしようかなと思った時にですね、よく調べてみると、自然栽培の方にはですね、肥料も使われてなくて、もちろん無農薬なんですね。で、有機栽培って実はいくつか法律で使ってもいいよって言われている農薬があるそうなんですね。で、有機の肥料はもちろんあげていいことになって、バイバイバイってこうなっちゃうっていうことで、これはどうするのかな。消えちゃいましたね。じゃあちょっと一旦、危ないので
二次災害が起こらないように、まあ、よくねこういうことが起こるんで、はい。でまあこういうケースはですね、多分沸騰したら弱火にする、これが正解だと思います。沸騰したら、かな、あ、ついたついたついた、はい、沸騰したので弱火にする、はい。で何の話でしたっけ、あ、そう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 、自然栽培は無農薬無肥料なんですね。だからより自然に近いというもので、もう作るのも本当にね、生産者さんも大変だと思うんですけれども、まあ、自然の、恵みだなと思って、この自然栽培の、この材料を選んでいます。それでは3時間経ちましたので、しっかり柔らかくなりました。でどのぐらい柔らかいかっていうと、これをこう潰すとムニ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 ュって潰れるぐらいがいいそうです。はい、じゃあですね、これをずらっと開けていきます。結構な量があります。でこれじゃちょっと足りないので、大きさが足りないので、これも半分に分けて、そしてこれも計量して半分に分けて、それで潰して一緒に混ぜてお団子を作っていきたいと思います。これでマッシュするのがちょっと大変なので、瓶とそして袋、これ使ってちょっと叩いてみようかなと思います。いや結構つらかったですね。お団子いっぱいぎゅうぎゅう丸めました。で結構ね、水分が少なめの方がカビが生えにくいっていうことで、水分は一切足してないです。だから結構ポロポロになりそうなところをぐっとこう固める感じで、かなり握力がいるお仕事ですね。黙々とやるのは結構つらいかな。でこれを杉桶に、入れていくんですけれども、ここでポイントは空気を入れないようにするっていうので、このこうこういうところに貼り付けるような感じ、見えるかな、こうやってこうギューってこう貼り付けるような感じ、ここね、こうやってギューってこう貼り付ける、そのために一個こうボウルにしてたわけなんですけれども、この空気が入らないようにするのがカビを呼ばないコツだそうです、ね、こういう感じで、全部、詰めて、そして、まあ、ちょっとね、私一応ちょっとこれを一回引いてから中蓋を、置いて、でその上に石かなんかちょっと重いものを乗せて、そしてこの蓋をして、そして、暗くって、まあ、あんまり、温度が
上がりしない、上がったり下がったりしないようなあの、まあ、場所に、私はあの、ね、マンションの、ね、玄関のちょっとこうあのところに置いてるんですけれども、あ、見えないようなとこなんですけれども置いてるんですけれども、そこで1年寝かせれば出来上がりです。完成です。1年後を待ちます。